はい。では、二人目の登壇者の方をお迎えしたいと思います。なんと、高校生の、スピーカーの方ですね。岩田岳さんです。よろしくお願いいたします。ビデオ出ますでしょうか。岩田さん。お願いします。あ、お願いします。はい。私はじゃあ消えます。はい。皆さん、おはようございます。筑波大学附属高校の3年生の岩田岳と言います。このヒルズブレックファストに、誘っていただき、大変光栄に思っています。で今日、僕がここでお話しするのは、僕はこの筑波大学附属高校の文化祭の実行委員長をやってまして、今年はオンラインでの開催になりました。なので、このオンラインの文化祭について、今日はお話しして、皆さん何か、参考になればというふうに思っています。今日は、まずなぜ、オンラインで文化祭をしたのか、いや、何をしたのか、そして、そのオンライン化にまつわる山積みだった問題を紹介した後に、これからの文化祭はどうなるのかということについて話すことができればいいなというふうに思っています。今年のオンライン文化祭は、すみません。まず自己紹介からさせてください。僕は今、高校3年生でして、ボート部に所属していました。趣味は漫才で、この右上の写真は M1 に出たこと、時の写真です。また、文化祭の実行委員長もやってまして、僕は高校3年生間の中で文化祭はとても大きいものでした。で今年はオンラインでの形の文化祭となりまして、党員祭オンラインと名付けて、今年の10月17日と18日に開催をしました。これらの文化祭は、やりたいから始まった文化祭でした。歩き回れる体験や密な体験、そして総合的なコミュニケーション、そして一度見られるようにしたいという思いから、どうやってオンライン上でも再現するかということを考えました。それがこの3つです。まずバーチャルの世界というのを作りました。これはバーチャル SNS クラスターというのを使って、軽音ライブだったりとか、校舎とかに自分が入り込むような体験ができるんじゃないか。そして総合的な体験では、ズームを使ってインタラクティブに生徒とコミュニケーションができる。また、アーカイブの世界では、YouTube やホームページで一度見られるようにしました。結果、たくさんの方に来場いただいたりとか、たくさんのメディアにも掲載されることになりました。結果、4つのテレビと8つの新聞やネット記事からも取材をしていただき、大変対外的にも注目されたイベントというふうになりました。とても意義深いというか、挑戦的だったなというふうに思っています。なぜ文化祭はリアルでいつもやってるのに、今年はオンラインであっても文化祭をしたのか。まずはじめに、オンラインでもできるというふうに確信を持ったからでした。そして、まあ、最悪の事態を想定して、64回の歴史がある文化祭を取らさせないため、また僕はボート部の引退試合が4月にある予定だったんですけど、それがなくなってしまって、自分の熱量をどうぶつけたらいいのかっていうのがわからない。それをぶつけたいなっていう個人的な思いもありました。ですがそれはやっぱ苦しい決断でもあって、なぜならオフラインでの文化祭にとても魅力を感じていたし、オフラインでの最後の委員長の姿を見て、それになりたいなというふうに思ったのが、やっぱ自分の委員長になったきっかけだったからです。それで9月の去年の文化祭の終わってから3月までずっと実地開催に向けて、毎週毎週会合を進めて準備をしてきました。ですが、まあ、4月5月で、まあ、休校になって、これはもう、文化祭のオフラインもどうしようか、自治開催で本当にいいのかっていうことを考えて、思い切りよく4月にはもうオンラインに切り替えようと、そうしなきゃいけないんだということで、決めていました。まあ、いち早く決めてみたんですが、問題は、たくさんありました。まあ、これは本当にどうするどうするって思っていたことばっかりだったので、とりあえず朝6時に起きてミーティングをするという、力技で、始めてみました。まあ、それで5月6月あたりは、オンライン授業も先生がやってくださったので、朝6時とか8時くらいまで、2時間ぐらいミーティングしてから文化祭、学校の授業を受けるというような生活を送っていました。まずやったのはミッションを決めました。僕たちは生徒一人一人が主体的に動いて、人を巻き込んでいくイベント作りをするべきじゃないかと。また、スローガンも文化祭に新しい革命を起こすんだということで、文化祭革命というのを名付けました。文化祭革命は、ちょっと文化大革命とちょっと音が似ていたので、あんまりその後使わなかったんですが、そういった、心意気を持ってやっていました。また、次組織を、全くオフラインのものから変えたりとか、実行委員会の外からも生徒、技術的な能力を持つ生徒を募集したりとか、また、スラックというチャットツールと、ノーションというドキュメントツールを使って、縦割りのものを横にしっかり情報共有ができるようにということも意識してやってみました。また、文化祭は学校ですので、その先生ともいろいろコミュニケーションを取りながらやりました。
先生方は当院祭指導委員会というのを結成してもらって、課やプロジェクトごとに先生がついてくれました。で、総合的に本当に密にコミュニケーションをとって、足りないところを補っていただく、そういうふうな感じで、非常にいい関係で進めてこれたというふうに思っています。また、新たな形の分割祭ということで、もちろん僕たちもわからないんですが、生徒もわからないだろうということで、プレの当院祭を開いてみたりとか、ノーションでこういうふうな情報があるよっていうのを広めてみたりとか、また Google クラスルームを使って毎週のように情報をたくさん発信してきました。そのおかげで、生徒の皆さんには、オンラインであってもたくさん参加してくれたんだというふうに思っています。また、文化祭に入り込む体験をぜひしてもらいたいと思って、文化祭を物語というテーマで、その入り込む装置を作ってみました。まずはストーリーというのを作ってみて、こういうふうなストーリーで文化祭を開くんだということで、PV を作ってみたりとか、アバターを作ってみたりとか、あとこういうふうなエリアに行くんだという体験をしてもらうように意識をしていました。また、アバターですね。このバーチャルの世界を作るときは、自分がアバターとなって参加するので、そのアバターも自分たちで自作して、例えば先生のちょっと若かりし頃を作ってみたりとか、あとは各団体の T シャツを着たアバターを作ってみたりとか、それをスタンプラリー的に配布したりしました。また、中夜祭閉会式では、たくさんの人が集まって、そこで出し物をすると、YouTube ライブみたいな感じでやりました。また、新たな取り組みとして、多くの学校と連携しました。まあ、5月ぐらいに、文化祭で困っているところは一緒に話しましょうって言ったら、本当に200ツイートぐらいあって、みんな本当に困ってるんだなっていうことで、一緒に困って、文化祭どうしようって、どうにかやりたいんだっていう同志たちと一緒に協力して、オンラインで文化祭に、尽力しました。また終わってみて、とても挑戦してよかったなというふうに思っています。ですが、やっぱオンラインを経て思うのは、やっぱオフラインがいいよねっていうところは、やっぱ思っています。オフラインでしかできない、やっぱ人との、関係性だったりとか、やっぱ熱量がそこで集中する感覚っていうのは、やっぱそれは変え難いものなんじゃないかなというふうには思います。なので、これからの文化祭としては、やっぱオンラインとオフライン切り替えた形。オフラインでは、内々的なもの、そしてオンラインでは対外的なものというふうな使い分けになるんじゃないかなというふうに思っています。また、自分たちの後輩が、僕らの思いを引き継いで、来年の当院祭を作るので、ぜひ来ていただきたいなというふうに思います。また新たな取り組みをしたので、知見もこれから発信できればなというふうに思っています。で、個人的なこれからとしては、3年生なので、これから大学ということで、海外大に進学する予定で、興味分野、フィンテックとかに興味があるので、それについて学べればなというふうに思っています。また今日のスライドと Facebook から載せておいたので、ぜひ、もし興味があったらよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。はい、岩田さん、ありがとうございました。ものすごい完璧なプレゼンでめちゃめちゃ感銘しました。もうなんか若き革命家に見えてきたんですけどありがとうございます。ですごく素敵なプレゼンだったので、ちょっとでも実はちょっとここうまくいかなかったとか、本当はここもっとしたかったのにみたいなところってもしあれば教えていただけたらなって思ったんですけど、ありました？ちなみにもう本当に自分の考えていたものの本当に半分ぐらいしかできなかったんですけど、一つは、やっぱ動線の部分で、できれば幅広い方に参加していただきたいと思っていたんですけど、ホームページだったりとかから、あまり企画に飛びにくいふうに、仕組みになっていて、ちょっと上の世代の方からは、ちょっと参加しづらかったっていう声をもらったりとかして、そこがもう少し、フレンドリーに、なればいいなというふうに、そこがすごく、課題として、残っていました。なるほど。分かりました。ありがとうございます。ちなみにもう大学も決まってるんですか？次は。いや、それがまだ決まってないので。なるほど。じゃあ今いろいろ可能性を見てる感じなんですね。今模索しながら頑張っています。はい、ちょっとぜひ大人の人たちもたくさん見てると思うんで、何かこういうとこいいよとかあるよとかあったらね、ぜひ。そうですね、ぜひ教えてください。はい、素敵なプレゼンありがとうございました。ありがとうございました。さんでした。はい、朝からありがとうございます。